鈴木ギャグギャグとは、かつて鈴木が製造販売していた、排気量 50cc のオートバイである。1986年に 50cc で、フルカウルを装備した車種としては、他社より早く発売され、ヤマハユーズ50や、ホンダの SR50 などの車種の先駆けとなった。バックボーンフレームの車体に4ストロークエンジンを搭載し、フロントにディスクブレーキ、リアサスペンションには、 モノクロスサスペンションを装備していた。エンジン自体は、同社のビジネスバイクであるバーディーからの流用であった。エンジンの出力は5.2馬力で、後発の他社製品が2ストロークエンジンを搭載した、車種が7.2馬力であったのに比べると非力であった。サービスマニュアルによると、GSX-R 風のフルフェアリングを、標準装備としたレプリカのミニサイズ、レジャーバイクで、 新しい需要を狙い、デザインにパロディ感覚を取り入れたファッションバイクとされ、キャッチフレーズは遊び心をフルカウルとされた。カタログでは4タイプのキャラクターとして紹介されており、GSX-R 風のレプリカ、米軍機風のバトルプレーン、赤字に白文字のロゴをあしらったポップアート、ピンクスの4色のボディカラーが用意されていた。吉村や スペシャルパーツムカワといったアフターパーツメーカーから多数の改造パーツが発売され、ボアアップキットや6速トランスミッションも発売された。エンジンは実用車であるバーディーや2005年に発売された GS50 と同形式であるが、オイルパンの形状など細部が異なるためパーツをそのまま使用することはできない場合も多い。 左側のバックミラーはオプション装備であったために中古市場では減損数が少なくオリジナルを重視してレストアする需要に対しては入手が困難となっている。ただし GSX400FW の純正ミラーと共通の部品であるために流用は可能である。昭和55年写真生活 P101 ありがとうございます。